皆さんこんにちは。日本すっぴん協会会長の佐々木です。日本すっぴん協会会長が選ぶベストコスメ2020クレンジング洗顔とご紹介をしてきましたが、今回は化粧水部門の発表をしたいと思います。こちら毎回お伝えをしているんですが、今回のベストコスメは2020年に発売されたアイテムの中から、私が一切の忖度なしに本当に皆さんにご紹介したい、お伝えしたいと思う素晴らしいアイテムだけを選ばせていただいています。今回のベストコスメは日本すっぴん協会会長の私が選ぶベストコスメということで、私の基本的な肌質であったり今抱えている肌悩みというところがやはりこう選考基準の一つになってきているなということで、最初に私のデータの方をご紹介していきたいと思います。クレンジング洗顔部門を見ていただいた方は3回目 の紹介になるからもういいよという方もいるかと思うんですが、初めて見ていただく方にはここをちょっと知っていただきたいなと思うので、最初にデータの方をお伝えしておきたいなと思うんですが、今私は33歳で2週間3週間後ぐらいに34歳になる86年生まれになります。で、肌質は敏感とか乾燥とかっていうのは特になくて、おそらく普通のノーマル肌になるかなと思います。ただやっぱり最近ちょっと乾燥するなというふうには感じているので、時々乾燥を感じるノーマル肌というところかなと思います。で、お肌は弱くはないとは思うんですが、季節の変わり目であったりとか、あと花粉の季節にはやはりちょっとお肌が揺らぎやすくて肌荒れしたりすることもあります。30代も半ばに近づいてきているので、やっぱりその気になるのはエイジングサインで、今年に入ってからも特に気になるようになってきて、今年はいろいろとそのエイジングサインとこうどう向き合っていくかということに奮闘したような1年かなと思っています。こういったことが今回アイテム選び の基準の一つにもなっているので、参考にしていただければなと思います。では早速化粧水部門の第3位からご紹介をしていきたいと思います。第3位はこちら、キュレルディープモイスチャースプレーです。このディープモイスチャースプレーはサイズが3つありまして、この一番大きいサイズと中くらいのサイズ、あとちっちゃいサイズとこの3サイズあるんですが、今年に入ってから多分一番大きいサイズは2本、中サイズは1本かな、で小サイズも1本使い切ってると思います。今年に入ってから本当にすごく使った、一番使い切った化粧水っていうとこれが一番使ったかなと思います。キュレルといえば乾燥性敏感肌の方に向けたブランドで、皆さんご存知かなと思うんですが、やはりキー成分となるのはセラミドになります。ちくみさんとの対談の時にもお話をさせていただいたんですが、乾燥していたりとか、あとバリア機能が弱っていて揺らぎやすいお肌っていうのには、やはりセラミドの力というのがすごく有効的だなというふうに思っています。なので乾燥が気になるよとか、お肌が揺らぎやすいよっていう方はぜひセラミド機能成分を配合したコスメに注目していただきたいなと思うんですが、セラミド機能成分というのは成分でいうと油性のものになるので、これまでそのスプレーに配合するというのはすごく難しかったそうなんですが、花王さんが確か7年だったかな、もうすごい長い歳月をかけてなんとかスプレー剤機にできないかっていう研究を重ねて、やっと今年発売されたのがこのディープモイスチャースプレーということになります。このスプレーはこうシューッと吹きかけた後に、あ、セラミドがいるっていうのが分かるような本当にしっとりした使用感になっています。これの私がすごくいいなと思うポイントは、これ逆さまにしても使えるんですよ。こうやってもちろんこうやっては使えるんですけど、逆さまにしてもスプレー出てくるので、一番ケアがしにくいこの背中の上部のところを簡単にケアできるのが好きで、顔にはもちろん使ってるんですけど、私は全身のケアによく使っていました。なのでこの大きいサイズのやつは体用に使っていて、お風呂場にこうやって置いてあって、お風呂から上がったらこう全身に一回吹きかけてからボディクリームを塗ったりとかしているので、これは全身用に使っています。で、
この中サイズは顔に使うことが多くて、お家のそのスキンケアとかがいっぱい置いてあるところにこれも置いてあって、お顔にシュッと吹きかけて使っています。でこちらはもうこのサイズ感なので、本当にバッグとかに入れておくといいかなと思っていて、これはおすすめの使い方があって、パソコン作業とかする方ならわかるかなと思うんですけど、ハンドクリームをこうやって塗ってしまうと、その後にパソコンを触るとこうキーボードがベタベタになっちゃうみたいな経験って皆さんされたことあるんじゃないかなと思うんですけど、これだとこう手にこうやって吹きかけて、これでもうこう触るとね、やっぱりこっちについちゃうので、このままもう放置です。こうやってちょっと手の甲でなじませていただいてもいいんですけど、こうしてパソコンを触るとパソコンもベタつかずに保湿ができるという、オフィスとかにもあってもすごく便利なアイテムです。でちょっと乾燥を感じるなっていう時はこうやってメイクの上からかけていただいても大丈夫です。これはね、本当に今年何本も何本もお世話になったし、これからね、冬に向けてまた全身の乾燥が気になってくる季節になると思うので、この大サイズまた買いたいなと思っています。背中とか、あと足の裏側とか、本当につい忘れがちなところまできちっとケアできるので、本当におすすめです。あと、セラミドケアで潤いのケアがしっかりできるというのはもちろんなんですけど、こちら消炎剤も配合されているので肌荒れを防いでくれる効果も期待できます。なので乾燥が気になる方とか、肌荒れをしにくい肌に整えたいという方は、本当にこれ全身使っていただけるといいかなと思います。こちらが化粧水の第3位で選ばせていただいたキュレルディープモイスチャースプレーでした。続いて第2位はこちら、ドクターシーラボ VC100 エッセンスローション EX です。こちらの化粧水は美白師匠の剣持さんが何本もリピートしている大好きな化粧水ですってご紹介してくださって、その後から私も使い始めて、で私も剣持さんと同じように惚れ込んだ化粧水になります。こちら今年リニューアルをされたんですが、リニューアル前からもとんでもなく人気の化粧水で、確か累計販売本数が650万本を突破したっていうぐらい、もう本当に大人気の化粧水になっています。で私は今年いろんなエイジングサインが気になり始めたっていうふうに最初にお伝えしたと思うんですが、もう本当にキメだったりくすみだったり顔のたるみ、緩みだったり、初期のエイジングサインを感じるようになったんですけど、そういった初期のいろんなエイジングサインに多角的にアプローチしてくれるのがこの化粧水になります。こちらの化粧水の一番のポイントは高浸透ビタミン C で、シーラボ V エッセンス史上最高濃度配合されています。でさらに今回のリニューアルで私が大好きな成分なんですけど、ナイアシンアミドが追加配合されました。なので高浸透のビタミン C とナイアシンアミドがお肌のキメを整えて透明感のあるお肌に導いてくれる化粧水になっています。さらに肌を引き締めてハリを与えてくれる浸透発酵コラーゲンなども配合されているので、最初にお伝えしたみたいに本当にこの1本でいろんな肌悩みのケアができるアイテムになっています。でこちらすごく使用感も良くって、すごく肌なじみのいいほんのりとろみのある化粧水になっています。で肌なじみがいいのでこう重ねていくとこうスーッとお肌になじんでいくんですけど、2回ぐらいこう丁寧にじっくり重ねてあげると本当にお肌がこうもちっとして、ハリ感が出るのが分かっていただけると思います。であと香りがすごく良くて、柑橘系のいい香りがします。なのでこうやってお肌に伸ばしている時にもこう柑橘系の香りで癒してくれる効果もあるので、本当に使い心地がいい化粧水です。なんか使ってみて、あ、これをリピートする意味が分かるなって本当に思った化粧水で、私も
これはこれからもずっとリピートして使っていきたいなと思っています。やっぱりなんかね、年齢を重ねるとこうお疲れ肌というか、朝起きた時でもちょっと肌が疲れて見えるなって感じる日が増えてきて、やっぱりそれってくすみであったりとか張り感の低下であったりとかするのかなと思っているので、こういう風に張りも透明感もキメも全部ケアできる化粧水っていうのも本当にありがたいなと思います。これからも愛用していきたいなと思っている化粧水の一本です。第2位はドクターシーラボの VC100 エッセンスローション EX でした。では最後、第1位の発表をしたいと思います。第1位はこちら、 BA ローションです。クレンジングの時にも BA のクレンジング1位に選ばせていただいたんですが、その時にも BA シリーズとにかくいいってお話をさせてもらったんですけど、もうローションも本当に素晴らしかったです。最初に使った時にもう気持ちよすぎて、なんかこう一人でスキンケアしてるのに最初にこう顔につけた時にうわって声が出るぐらい本当に使用感が素晴らしい化粧水で、もう今年もう一番大好きな化粧水でした。でクレンジングの時にもお話ししたんですけど、今年の9月に BA リニューアルをしていまして、今回のリニューアルでどう進化を遂げたかっていうのをすごく簡単にご説明をしますと、これまでガラクタだと思われてあまり研究をされてこなかった DNA の中に、ハリ肌に関わる DNA というものをコーラが研究で発見しまして、でその DNA にアプローチをできる成分を配合することで、後天的にハリ肌遺伝子というもののスイッチをオンできるということが分かりました。なので端的に言うと、今からこの BA シリーズ使っていただいても、そのハリ肌遺伝子をオンにすることができるので、こうエイジレスなお肌を目指せるシリーズになっています。でもちろんその私はその説明を聞いているということもあるので、これを使うたびに、あ、今ハリ肌遺伝子がオンになっているのかなっていう、こう使っている時のワクワク感っていうのもありますし、やっぱり最初にお伝えした通り、その理論を抜いたとしてもとにかく使用感がいいっていうのがこの化粧水の魅力で、もう本当に美容液を塗っているかのようなとろみのあるテクスチャーなんですけど、もうそのとろみのあるテクスチャーがこうお肌にこうグッと入っていく感じで、塗った後のこうお肌のしっとり感と張り感っていうのがやっぱりこう圧倒的にすごかったなというのがこの BA のローションでした。まあ、正直ちょっと値段を見てびっくりする方の方が多いと思うんですけど、だからランキングを考える時もちょっと迷ったは迷ったというか、これ高いしなと思ったんですけど、でもその機能性であったりとか、あと使用感っていうところを考えると、やっぱりこれが1位だなというところで、今回 BA のローションを1位に選ばせていただきました。五感でうっとりさせてくれる化粧水だなと思います。高いですけどね、でも本当に素晴らしいアイテムです。私が今回化粧水部門で1位に選ばせていただいたのは BA のローションでした。以上、この3点が今年私が使って本当に良かったなと思うアイテムになります。もうこれはもうどれを買っていただいても絶対満足していただけるだろうと思える自信のあるものだけを選ばせていただきました。キュレルとドクターシーラボのこの2つの化粧水に関してはドラッグストアで購入できるので、気になった方はぜひチェックをしていただければと思います。 BA はポーラの店舗であったりとか、あと百貨店とかで買えると思うので、ぜひチェックをしていただければと思います。今回の動画が皆さんが化粧水を選ぶ時の参考になれば嬉しいなと思います。次回は美容液部門の発表をしたいと思うので、美容液部門もぜひチェックをしてください。今回の動画が面白かった、参考になったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で。